ロシア軍ウクライナ各地に攻撃40回、極超音速ミサイルやドローン。ウクライナ空軍は13日、ロシア軍からミサイルやドローンによる計40回の攻撃を受けたと発表した。AFP 通信によると、攻撃があったのは12から13日で、北東部スムイ州で1人が負傷した。ロイター通信などは、ロシア軍が極超音速ミサイル、キンジャル複数発を使用したと伝えた。巡航ミサイルも発射されたという。ウクライナ空軍はミサイル計8発を撃墜し、電子妨害により20以上の兵器が標的に到達しなかったと強調した。ロシア軍は明らかに東欧の一小国に過ぎない、ウクライナを蹂躙するに過剰すぎる戦力を投入し、戦時経済体制を敷いて戦力を徹底的に増強している。これは明らかにウクライナではなくその先にあるヨーロッパ諸国への侵攻を意識したものだ。 NATO 軍といえば聞こえはいいが、所詮は弱小国の寄せ集め、アメリカがいなければ、というか冷戦以来ほぼロシアに負けっぱなしのアメリカがいたとしても、ロシアの通常戦力に対抗できるとはとても思えない。今年中にはワルシャワやベルリンが何百発のミサイル攻撃やドローン攻撃を受けたというニュースを聞くのが当たり前になるのかもしれない。台湾統一戦の裏にあった習近平の誤算、中国が狙う台湾統一、鍵を握るのはどの国か、現状維持派の勝利。1月13日に投開票があった台湾総統選の結果を受けて、中国はどう動くのか、日本や米国はどう対応すべきか。台湾総統選挙は与党民進党の頼清徳氏が大方の予想通りに勝利を収めた。民進党の頼清徳氏5586019票、国民党の江有儀氏4671021票、民衆党の柯文哲氏3694646票で、来週の投票は 40.0% だった。総統選挙と同時に行われた議会立法院の選挙では、113議席のうち国民党が52議席、民進党が51議席、民衆党が8議席をそれぞれ獲得。民進党が過半数を維持できなかったのは予想通りだが、国民党も第一党とはいえ過半数を確保できなかった。台湾の民主主義の微妙なバランスだ。頼氏は民進党の選挙本部で、台湾は民主主義国家の共同体にとっての勝利を収めたと述べた。なお頼氏は現状維持派だ。一方野党の2人は、頼氏がかつて自分は現実的な台湾独立工作者だと発言したことを取り上げていた。特に国民党の江氏は、民進党政権が台湾海峡の両岸に武力衝突の危機をもたらしたと、まるで中国政府のような批判を展開していた。頼氏は近年、独立という用語を避けていたにもかかわらず、頼氏を独立派としたレッテル貼りは、中国からのプロパガンダでもあると言えるだろう。日本国内でも頼氏のことを独立派と断言する人がいる。意識的か無意識なのかはわからないが、中国のプロパガンダに染まっていると見た方がいい。習近平にとっての誤算。いずれにしても結果として台湾は中国からのプロパガンダに屈せず、頼氏を選んだこととなった。台湾の民主主義はうまく機能しており、総統が国民より選出されるようになった1996年、任期4年以降、3期12年の政権はなかった。今回民進党3連勝、国民党3連敗となった初めてのケースだ。それだけに習近平氏にとっては誤算だっただろう。中国政府は13日夜、台湾での選挙結果について、民進党が台湾党内の主流の民意を代表できないことを示したとし、今回の選挙は祖国がやがて必ずや統一されるという阻止できない流れを妨げられないとした。なお台湾総統選挙では SNS などで頼氏を批判したり攻撃する動きが見られたが、使用された字体などから
中国の関与が疑われている。いずれにしても今回の総統選で台湾はこうした中国のやり方にも反発した格好だ。一方アメリカのブリンケン国務長官は台湾の人たちがまたしても旺盛な民主制度と選挙手続きの力強さを示したことに祝意を表したいと述べた。その前にバイデン米大統領は記者団の質問に答える形でアメリカは台湾の独立を支持していないと答えている。この趣旨は現状維持を望むということであるが、あえて記者団が独立を支持しないと吹っかけ、それにバイデン大統領が応じたという次第だ。中国による台湾統一に向けた挑発は高まっている。だが行動に大きな変化に直結する可能性は当分の間出てこない。日本の尖閣諸島、南西諸島に対しても台湾統一では戦略上の要衝なので、日に日に侵略度はサラミスライスのように一枚一枚と増していくだろう。ただし繰り返しにはなるが、当分の間情勢に大きな変化はないと思われる。今年11月にアメリカ大統領選があり、その帰すを見て間隙を狙うのが定石だからだ。中国政府に逆らうと無理やり注射されゾンビのようにされた。仕事を奪われ強制入院、命からがら自由の国日本へ。でも待っていたのは入管の壁。2012年5月の昼ごろ、中国上海近くの江蘇省無錫市に住む就業さん宅がノックされた。ドアを開けると警察官が3人。ちょっと話したいから来てくれ。周さんは拘束され車に乗せられた。思い当たる理由はあった。1週間前政府を批判する行動を取ったためだ。連れて行かれた先は市内の精神病院。地獄のような強制入院生活の始まりだった。中国政府による政治的迫害を理由に海外に逃亡する中国人たち、香港の民主化を求めて活動し、日本でも有名になったアグネス・チョウさんはカナダに出国したが、中には日本に向かう人もいる。現在大阪市に暮らす周さんもその一人だ。中国には自由がない、日本は自由の国と期待して来日し、難民申請をしたものの壁にぶち当たった。日本の難民認定率はわずか 1% 未満。自由と民主のある場所で暮らしたいという切なる願いは認められるのか。共同通信、武田敦史、福原健三郎。文化大革命を批判、転職させられ。就業さんは1986年、無錫市で生まれた。1年後に両親が離婚し、母方の祖父に引き取られて育った。少年時代の将来の夢は政治家で、中華民国を建国した孫文のようになること。孫文を尊敬するようになったのは、民主主義者だった叔父に感化され、歴史好きでもあったためだ。話が孫文について及ぶと、周さんは、中華民国はアジア最初の自由国ですと誇らしげに語る。地元の高校を卒業後、2004年に IT 技術の専門学校である無錫職業技術学院に入学。学生がスピーチをする授業で、周さんは文化大革命について次のような意見を述べた。文革の結果、真実を言う者がいなくなり、国全体が混乱に陥って停滞した。教員や同級生がその場で批判することはなかったものの、発言内容は外部に漏れた。その結果、政府の公文書に記載されてしまったという。2007年に専門学校を卒業し、IT 系の会社に就職したものの、共産党への批判的な態度が同僚や上司に伝わった。会社を辞めざるを得なくなり、転職を余儀なくされた。同じようなことはその後もあり、転職を繰り返した。爆音で流した天安門事件の映像音声。2012年5月、システムと外部のインターネットをつなぐ VPN 仮想専用線を使った際、YouTube でイギリス BBC 放送による天安門事件のドキュメンタリー映像を見つけ衝撃を受けた。映像で価値観がすべて変わりました。以前は共産党に対し少し忌避感があった程度でしたが、
学生を銃殺するような残忍なことは受け入れられないと感じました。中国政府は64事態をなかったことにしているので、事件があったことさえ知らなかったのです。音声だけでも近隣住民に聞かせたいと、スピーカーを外に向けて爆音で音声を流した。次第に近所の人々が集まって騒ぎ始める。習さんが姿を現すと問い詰められた。お前はなんでそんなに共産党に不満があるんだ。どうして共産党を罵るのか。習さんがどうして罵ることができないんだ。俺は一人の市民なんだから、一市民として罵る権利があると言い返し口論に。住民たちは多分面倒なことが起きるぞと言い残し去っていった。強制入院、拒否すれば家族全員を処分。約1週間後、5月25日の昼頃だった。ノックに応じてドアを開けると警察官が3人立っていた。精神病院に連れて行かれた。